空港へ。市川海老蔵。海老の蔵出しチャンネル。海老蔵コレクション。歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが、ご自身のブログを更新。八千代座市川海老蔵。特別公演の千秋楽を終え、東京へ戻る様子を綴りました。この日、海老蔵さんは、空港へというタイトルでブログを更新。舞台終わり、ざっと温泉入り、空港へ向かおう。と記し、千秋楽を終え、空港へ急ぐ様子を公開。その後、到着というタイトルでブログを更新。さあ、家に帰りまする。と記し、空の旅を無事終えた様子を公開。続けて、おはようございます。というタイトルでブログを更新。眠いです。東京での生活開始です。とりあえず起きます。二人は横でぐっすりです。と記し、東京に戻った。朝の様子を公開。最後に布団という。タイトルでブログを更新。お、おしろい残っとる。おっき、起きたね。熊本と違う朝、眺めてます。と記し、勸玄君が起きた様子を公開して、ブログを締めくくりました。この投稿に、ファンからは、最高の季節に熊本にみんなで行けて本当に良かったですね。思い出心に残ることでしょう。レイカちゃん勸玄君。また熊本に来てね。楽しみに待ってるよ。などのコメントが寄せられました。東京の朝。市川海老蔵。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、どちらかの評価とコメントをいただけると大変励みになります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。